平野紫仕様、バイクの後ろに乗せた唯一の相手明かす、とびっきりの密着エピソード。ナンバーアイ、ナンバーアイ、の平野仕様が、YouTube 生配信番組、ル u b i n において、唯一バイクの後ろに乗せた人物について言及しました。この驚きの発言が、ファンや視聴者の興味を引きつけました。記事では、平野紫仕様が語ったエピソードに焦点を当て、 その背後にある興味深いエピソードやファンの反応について掘り下げます。平野市を唯一バイクの後ろに乗せた人物とは ?25 日の10便生配信において、平野市をが三宅県、北山博光、イムップ、IMP と共に出演し、驚くべき告白をしました。 イムプエの佐藤真が平野に、平野くんの乗ってるバイクの後ろに乗りたいというお願いをした際、平野は僕の後ろに唯一乗ったことある人物が一人います、と述べ、その相手が K、C であることを明かしました。この発表によって、スタジオからは驚きの声が上がり、視聴者たちはこの謎めいたエピソードに興奮しました。 岸シユタ、通称系 C が平野のバイクに唯一同乗したことが判明し、これによってファンの間で話題となりました。岸シユタの証言、シンプル楽しめますよ。岸シユタは平野仕様のバイクに後ろから乗った経験について、めっちゃ安心感ありますよ。シンプル楽しめますよ。と語りました。この言葉からは、二人の仲の良さや信頼感が感じられます。 騎士は平野のバイクの乗り心地について肯定的なコメントを寄せ、その安定感を強調しました。さらに騎士が平野を抱きしめるように後ろから掴んでいたことが判明し、その様子がスタジオで紹介されました。騎士はこのポジショニングを安定感を出すため、と説明しましたが、確かに密着度は、と微笑みながら話す場面には、 視聴者たちも笑いがこぼれました。ニーグリップ実演、平野の痛みと騎士の説明。生配信では、騎士ユータが実際にニーグリップを実演する場面もありました。平野はその痛みに悶絶し、笑い声がスタジオに響き渡りました。この場面からは、普段は見せない平野のリアクションや、騎士とのユニークなやりとりが伺えます。 平野は痛みに耐えながら、そこそこのニングリップと肩に手を乗せてくれたら乗れますよ、とコメントし、二人のコミカルなエピソードが視聴者たちを笑いの渦に巻き込みました。ルービー、ンとべ、の YouTube 配信番組。この注目すべきエピソードは、ルービーンという YouTube 生配信番組の中で明かされました。 23日に、とべ、公式 SNS にて予告され、初回配信では滝沢秀明氏が設立した、とべ、の所属アーティストたちが集結し、トークやロケ企画が行われました。この番組は、とべメンバーの中睦まじい様子が映され、アーティストたちの日常や交流がファンに覗き見させる良い機会となりました。 次回の配信は12月24日や7時から予定されており、ますます注目が集まっています。平野市用の10便での告白はファンにとって嬉しいサプライズとなりました。岸優太との密着エピソードは視聴者に笑いと感動をもたらし、両者の中の良さが伝わりました。 トベの YouTube 生配信番組トゥービーンはアーティストたちのリアルな一面を垣間見る良い機会となっており、ファンの期待が高まっています。今後の配信も楽しみに待ちたいところです。